はいみなさんこんにちはモロトフですリムワールド極寒サバイバル続きをねやっていきましょうかいやーなんとかね敵をやっつけましたねほぼ奇跡なんじゃないでしょうかさあ一人ね生きて逃げているんでしょうか二人ね倒れて生きてるのもいますねえっ、ー、と省エネのためにとりあえずね電気タレット消しておきましょうかあと人がねみんな戦闘スタンスですのでこれもね解除しておきましょうこれによって、えー、と火をね消しに行くんでしょうか そしてコメントであったんですけど、後ろね、このタレット2つ置いとくのは、ちょっとね、やばいんじゃないのかということですね。もともとね、このタレット2つ置いていた理由としては、ここをね、攻撃されちゃうんですよ。なので、それを避けるべく、この2つね、置いたらいいのかなと思ったんですけど、あんまり意味なさそうでしたら、一旦解除しておきましょうか。 で、私思うんだけど、これやっぱりね、壁にしようかなと思いますんで、一回ね、このドア解体ね、しておきたいと思います。そして下準備としては、戦闘服ですね。皆さん、戦闘服になっているので、これをね、作業服にしておきましょう。あとね、一つわかったんだけど、ゆってがね、ずっと全裸だったんですが、その理由はね、ここのデフォルトの設定で、子供のシャツを着ないよっていう、なぜか指示になってたんですね。 これはちゃんとね、着るよということにしておきましょうか。ちなみに、えー、っと、プリティはどうなっているのかというと、ちゃんと着るよとなっているから大丈夫かな。うん。それでは始めていきましょう。とにかく火を消しましょう。そして、今ね、えー、っと、苦しんでいる人の身ぐるみをね、剥いだ方がいいでしょうね。剥いでおきましょう。あと、この死体なんか持ってるんだよな。見ておこうか。毒ガスパックって書いてありますね。 これを作動させると毒ガスをね、撒、ま、き散らすことができるみたい。これね、ちょっと特殊そうですよね。これも死体ですけど、はいでおきましょうか。あと、重火器類は全部ね、ゲットしたいですね。わ、ここのポンプ式散弾銃ですけど、火の中に入ってるから、どん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 ね、劣化していっちゃっているんではないでしょうか。嫌ですね。さあ、そしたらば、えっ、ー、と、誰かがはいだ方がいいんだけど、まだ火がね、ちゃんと消えていない。うふん,ふん,ふん、うん、うん。 そんな中、服をね、みんな脱ぎ出したのかなはいはいはい。そして、はい、やりましたね。脱ぎましたと。彼らを吐いてください。ジャスパーが吐いてくれるかなえっ、ー、と、お願いします。彼を吐ぐでしょうよいしょよいしょ。早くしないとね、死んじゃうからね。さあ、吐きました。そしたら彼もね、吐、はいてくださいということですね。うん。そしたらこの重火器系ですね。持ってってもらいましょう。いろいろさ、 銃がゲットできた。これは本当にいいですね。軽機関銃なんかもあるぞ。やったやった。あとはプリッティもできると思うんだよな。ね、これをね、運搬してもらおうか。そうこうしているうちに道具部屋ですね。これが満杯になっているので、向こうにね、臨時的に作ろうかな。例えばですけど、このね、研究室を臨時的に使っていきましょうか。えー と設定としてはここをコピーしてここでペーストすればいいよねただこっちをあくまでね優先順位上げておきたいのでこちらを優先としておけばいいんではないでしょうかさあそしたらばこのね解除を開放してあとねここの換気も多分大丈夫だと思うんで通しておきましょうかねこれでいいと思うんだけど ここにね、ちょっとミサイルがぶっ刺さってるのが気になりますが、ということですね。さあ、ジャスパーさんですけど、いろんなもの本当は持ってってほしいんだよな。この服とか結構ね、良さげなんで、サクッとね、持ってってもらいましょう。ユミさんですけど、いろいろね、こう解放してくれているんだよな。あとは何かここに罰というのが書いてあるので、これかなね、手榴弾があるのか。 そうかそうか。手榴弾もぜひ持ってってほしいんだけど、あるんでしょうかうん。まあいいか。ゆっくりゆっくりね、やってくれるとは思うんですけどね。あと、マットさんが死体ね、向こうに持ってってほしいですよね。今んところマットさんってどこにいるのマットさんここでね、ちょっとくつろいでいるので、このタイミングで持ってっちゃえるあれ持ってっちゃえないのかなこれ多分運搬できるとは思うんだけど、あ、そういうことですね。 彼らの制限、行動制限がかかっているので、やっておきましょうか。プリティは依然ね、コロニーでいいと思うんですけど、マットは無制限ですね。その他通常にしておけば、マットね、持っていけるんではないでしょうか。運搬ですね。この死体も運搬するでしょう。この死体も運搬して、この死体も運搬しておけばいいのかな。とりあえずかな。そして、我々ね、気になるのは向こう側だよね。さあ、こっち側なんですか けど,えっと、どこだっけここだよね。ここら辺もどんどんね、持っていきたいですね。一人ここにいるんだけど、装備品見ていこうか。低品質で、しかもね、結構劣化が激しそうだから、これは取らなくてもいいかな。 で、この銃ですけど、バイオコードがね、設定されてるんですね。つまり、この銃をね、使えるのは、この人のみとなるんですね。だから、この銃持ってってもしょうがないよな。ただし、この強化バレル、これはね、迫撃砲を作るための材料ですね。いわゆるこれ。で、迫撃砲もね、撤去して持って帰れるんで、やった。ね、ぜひゲットしておきましょう。えっ、ー、と、焼夷弾かな。 これゲットしとこうか。そして毒弾ですね。毒の弾。いいね。そしてコンポーネント欲しかった。そしてね、この極寒の地では珍しい木材15個ですね。貴重品になりますので持ってってもらいましょうか。じゃあ、ジャスパーが一旦これ撤去に向かいましょうか。で、マットはあそこで作業するから、ユミがちょっと精神的に怖いんだけど、これね、撤去を向かいましょう。で、リンさんも余力がありそうだから、このね、毒の弾をね、ゲットしに来てもらいましょうか。 さあ、頑張って、頑張って。そろそろそうすると、向こうのこの死体っていうか、この傷ついた人も死んでるよね。うん。死んでるので、マットさんまだいけると思いますので、えっと、運搬しましょうか。ね、こういう感じで運搬して、最後ね、この手榴弾、毒ガス手榴弾ですね、持って帰ってもらいましょう。さあ、頑張れ、頑張れ、皆さん。そうすると、向こうに来たかな。うん、来てますね。ジャスパーさんが来てますと。はい、はい、はい。 よしよしよし、ジャスパーさんコンポーネントを持っていくんではなくて、先にね、こっちですね。で、ユミさんも食べたらば、えっ、ー、と、これかな迫撃砲をね、持ってってもらいましょう。そうするとユミさん限界ですね。うんうん。ピートさんは何してるかというと、ここでリラックスしてんじゃん。ね。ならばですよ、ピートさんサクッと言ってもらいましょうか。何を持ってってもらうかというと、強化バレル、めちゃくちゃ重要です。ということですね。 さあ、それ以外、ゆってさん、ほんと申し訳ないんだけど、これ持ってってもらいましょうか。ね。で、りんさんは今何してるりんさん向こう行っちゃってるな。うんうん。こっち行かなくていいや。ね。翡翠を取りに行こうとしているんですけども、そうではなくて、コンポーネントですね。取りに行ってもらいましょう。 あとは食料だよな。食料ぜひ持ってってほしいですね。ジャスパー寝ちゃってるか。さすがに精神的につらいだろうな。ユミさんも精神的につらい。リンさんが今ね、まさに行きました。ということで、ピートさんもう一回見ておこうか。ね。ピートさんが戻ってきましたので、これ強化バレルですね。 それを置いたので、サクッとね、動物が来ちゃうとやっぱ食べられちゃうので、木材か、その前にね。木材やってもらいましょう。リンさんも言ってる。そういえばさ、ここ気になるのが古代の何かがありそうですよね。怖い怖い。さあ、リンさんはこっちに来たので、さらにね、食料今度ね、持ってってもらいましょうか。チャカチャカね、動かして申し訳ないんですけど、こんな感じかな。はい。彼女も死にましたと。ピートさん持って行きましたと。うんうん。 ジャスパーもう一回いけるかなジャスパーこれもう一回いきましょう。そしたら、ゆってもう一回いけるかなただね、ゆってはね、たくさん持っていけないから、ゆってじゃない方が良かったかもしれないけど。はい、食料持っていきました。続いてくるのがジャスパーですね。ゆってくる必要がなかったかもしれない。いや、微妙に残るか。ね。 そして最後、ゆってがここに来て、ゆっては何度ぐらい耐えられるのか見ておこうかな。マイナス12度か、外は1度だから問題ないですね。うん。これでスッキリしたんではないでしょうか。よしよしよし。そうすると道具めちゃくちゃありますよね。となるとこのロッカーがね、どうしても必要だよね。うん。小スペースになってきたので。そしたらばこれね。 3つ ?3 つぐらいちょっと設定しておきましょうか。そうすることで、ここら辺のね、ものを一気に向こうにね、持っていけるんではないでしょうか。あとはこのね、迫撃砲ですけど、サクッとさ、もう設置しちゃおうか。ここら辺に設置しちゃいましょう。2つあるんだよね。 わざわざ作らなくてもいいんだけど、強化バレルがあるからもう一個ね、作れるよという状況なのかなと思います。で、前回からね、我々ね、えー、っと、ピートさんの工芸スキルですね、これを上げていきたいよねということで、4までね、上げていきたいんですよ。 そのためには服とかをね、作るといいよねと言っておりました。で、子供の服なんですけど、もうちょっとね、多めに作っていこうかなと。特にズボンとか必要だと思うんで、素材をちゃんと選んで作っていきましょうか。どんな素材がいいんだろうやっぱり革の方がね、いいのかもしれないですね。パッチレザーか。うん。パンサーで作る。いや、これは暑いのにね、最適だと言ってるからやめた方がいいですね。 一方で、この狐の皮っていうのが高く売れるし、寒さにいいよと言ってるので、これでね、作りましょうか。多分これだけで作れるんではないでしょうか。ちなみにパーカーもね、作りましょうということで、狼のね、えー、皮で作ろうとしてるんですが、肝心の狼の皮がないぞという状況になっておりますね。えっ、ー、と、材料としては40個ですね。えっ、ー、と、狐の皮で作れば一つは作れるはずですね。 あとはどうなんだろうそれ以外は布一応布でね、作るよという指示に変えておきましょう。これで、えっと、ジャスパーさんにね、裁縫かなしてあげればいいと思うんだ。だユミさんにしないでね。うん。これでジャスパーさん、あ、ピートさんね。ピートさんにしてあげてる設定になっているので、問題ないんではないでしょうか。 さあさあさあ、ここ、早めにね、取り崩してほしいんですけど、あと、ゆってさん、ここで寝てるんだよな。そろそろさ、ここのね、ベッドが空き出しましたので、ここをね、欲張りのゆみさんに認定しておきましょう。向こうゆみさんですね。で、ここをゆってにしてあげようかな。こんな感じで。で、そうすると、これはもういらないよと。あと、ゆってのお祈り場所、これ一旦ね、消しちゃいましょうか。解体して、 ここを複製して、ここね、ユミさんだよね。そしたら最後、ここをね、ユッテに変えてあげればね、もう入れ替え完了ということになるのかなと思います。で、ユミさんはさっき言った通り、えっ、ー、と、欲張りなんだよね。だからここ豪華にしてあげなきゃいけないですね。タイルとかを貼ったりする必要があるんでしょうね。さあ、どんなタイルがいいかというと、石灰岩でとりあえずいいのかもしれない。あとね、この壁ね、ピカピカに磨いてあげると、 そして、壺なんかもね、置いといてあげるとさらにね、いいんではないでしょうか。えっ、ー、と、こんな感じだな。うん。そして、リンさんが起きたタイミングで、翡翠をね、取りに行こうかな。で、翡翠でね、彫刻を今後作ればいいと思うんですけど、芸術。ね。芸術はマットですよね。マットさんの担当になると思われます。 さあもう早速翡翠持ってきててきくれんんじゃんねよしこれで75個かもっとね掘れる予想があるんですけど見ていきましょうかあ惚掘れますねよしよしよしじゃあサクッとリンさん申し訳ないんだけど翡翠ね取りに行きましょうえー、っと こんな感じにして、ここ最後取りに行くっていうことにすれば、全部ね、翡翠ね、ゲットできるんではないでしょうか。チャーミー、若干心配なので、サクッと見に行きましょうか。食料、ちょっと少ないですね。そろそろお乳をね、あげなければいけないのかもしれないですね。さあ、さすれば、今ね、ピートさんが、これ、裁縫してくれております。これによって、この工芸スキルがね、上がりますよ。見てください。ほらね、上がってますね。どん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 ,どん上がっているという状況です。 あとね、薬草もだいぶいい感じで成長してきております。60%以上ですね。うん。あと、ここもね、ようやく解体されたんでしょうか。気になるところはここかなえっ、ー、と、排気ゾーンですけど、若干取り消しして、こんな感じに取り消そうか。で、拡張して、もうちょっと下、ここら辺までね、いけるように設定をしておけばいいんではないでしょうか。 そして、そして、マットさんたちが食事してる。ちょっと綺麗に部屋してもらってもいいですかねなかなか難しいのかなあと、ここ修復ですね。ここも修復だ。でね、トラップ早めにしないとちょっとやばいんだよな。石なんかも必要なんだよな。だから、これ年板岩でいいのかなえっ、ー、と、ストーンカット。 カッティングはなんだっけこれなんだよね指示的には。で、ユミさんが今いろいろやっていて、ストーンカッティングやっぱりどうしてもね、優先順位上げておきたいので、こういう感じにしておきましょうか。そうこうしているうちに、 ジャスパーが椅子を作ってくれました。えっと、マットは何してるマットここら辺。そうかそうか。みんなここら辺のを解体してくれてんだな。よしよしよし。やってた。結構石灰岩系が取れているんではないでしょうか。これ鉄か。うん。でも一個一個やってるな。これ。悪いパターンじゃないのかな。ガツッとさ、持ってってほしい。ガーッとね。足りないから一個一個やっちゃってるパターンということか。うんう、んうん、うん。 さあ、マットさんも行きますよということなのだが、これ1個だけだろう。そうじゃないんで、ここら辺ガッツンガッツンね、取ってほしいんだけど、連続では取ってくんないのかなあ、今ね、ジャスパーがやってくれるって書いてあった。じゃあ、マットさんこれ持ってっちゃってください。2個の壺かうか、ん。まあ、いいかね。とにかく、ここを優先するんだね。そうか、そうか、うん。作られましたね。 これで多分設定どん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 ここにね入れてくれるとは思うんだ。よし、やった。そしたらこれもね、解体指示を出しておきましょう。あとね、このお祈り台ですけど、必要だよね。これ、これ、祭壇だよね。えっ、ー、と、どれがいいんだろう。これでいいかな。一旦こうしてね、元のようにね、作っておかなければいけないですね。いや、ここさ、攻められた時はさすがにね、ビビりましたね。 そんなことあるのかいと言った感じになりました。ちなみにね、ピートさんですけど何を研究しているのかというと、精密なライフリングですね。最高数度がそろそろ終わろうとしております。誰もね、意識しないというのもなんか心配なんだよな。せっ 海岸にすればいいのの、えー、のかかかなささんん寝ててる気持ち見ておきましょうかもうちょっとね、部屋を綺麗にしないといけないということなのかなと思います。やってたホップもね、出来上がっておりますね。そしてピートさん、射撃がね、今ね、熱いということになります。ヒールルート67%、こっちは85%、薬はね、確実に今後もね、増えていくのかなと思います。ということで、今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね続きは見たいと思います。 方いらっしゃったらぜひいいねボタンでお知らせくださいまたねチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれでは Man hadn't never looked so pretty.